ウファ。ウファ、ホ、バシキール語、エフ、タタール語、フ、チュバシ語、エプーは、ロシア連邦中央部に位置するバシコルトスタン共和国、バシキリアの首都。人口は104万2437人。2002年、全ロシア国勢調査とロシアでも、有数の大きな都市である。ロシア人が、人口のうち54.2%を占めるが、地方から転居してくる。 バシキール人、11.3%やタタール人、27%が増加傾向にある。また、火山などと並び、ロシアに暮らすムスリムの宗教的な中心都市である。ウラルサン無役南部の再六、ヨーロッパ側に広がる丘の上に位置し、ボルガ側のシリューベラヤ側とウファ側の合流地点に、町が広がる。アジアとヨーロッパの境界線となる。 ウラル山脈の分水嶺は東へ1 0 0トル。モスクワから1 5 6 7トル。ウラル地方の工業の中心であり、電気工業、石油生成、石油化学工業、食品加工などが盛ん。また大学も多数ううある学術都市でもある。名産品は蜂蜜など。ウファはステップ地帯の北にあり、温帯に属する。 大陸性気候で蒸し暑い夏と寒い冬が特徴である。1月の平均気温はマイナス14.6度で、最低気温はマイナス40度にもなる。7月の平均気温は19度で最高気温は40度に達する。年平均気温は2.5度。年平均降水量は419ミ、mm、リメートル。降水量は3月が最小。夏でも、それほど、 暑くならないというわけでもなく、内陸部で、なおかつ乾燥しているため、30摂氏三34度、86から94回ぐらいまで気温が上がることも少なくない。1日の気温差も大きい。1574年にイヴァン四世の命によって、この地に、要塞、クレムリが建設された。モスクワ国家は十六世紀半ばに、火山半国を征服し、その東に住 アシキール人の部族国家を1554年から1557にかけて参加に収めたばかりだった。ロシアの南西の辺境となっていた、この地方には遊牧民族の侵入が頻繁だったものの防ぐ、要塞や都市がなかったため、ウファ川とベラヤ川の合流点で、古い交易路も通る場所に、菓子の木で作った城壁を張り巡らせた、小さな要塞を建てさせた。 歌手の町というあだ名はこれに由来する。当初は、要塞が立つ、丘の中からトゥライコールタウ、ツラタウと言ったが、やがてトゥルク語で、小さいを意味する、ウファと呼ばれるようになった。1635年には、シベリアからのトゥルク系遊牧民の軍が、ウファ要塞を陥落させたが、ロシア軍によって撃退された。1759年5月23日には、 落雷で木造の要塞も町の大部分も炎上した。17世紀から18世紀にかけては、ウファにとっては、軍事要塞からこの地方の行政、経済の中心都市へと変化する時期であった。1708年からは、火山県に属し、1728年には、新設されたウファ県の中心となった。1744年には、オレンブルクの総督の管轄下となった。 1772年には、市政府が誕生した。1781年には再度ウファ県が設けられたが、1796年にはまた、オレンブルク県に属した。1865年には、皇帝アレクサンドル二世紀の直令により、ウファ県が設置された。19世紀は、バシキール人の遊牧生活や士族社会が解体に向かう一方、ウファの工業化が始まった。 19世紀中ばには一ダース以上の工場が立ち並び、川沿いには造船所も建っていた。1870年にはベラヤ川に定期航路が開設され、1888年から1892年には火山ズラトウースト間の鉄道が開通し、ウファを通った。製粉工場、製材工場、鉄道や船舶の修理工場なども相次いで立ち始めた。 19世紀末には30以上の工場がウファーにはあり、さらに肉市場なども立つなどの活況を呈した。ロシア革命後のロシア内戦ではウファーも反革命軍の拠点となったが、1922年にはバシキール自治ソビエト社会主義共和国ベイスアの首都となった。1920年代から1930年代にかけてはウファ市街は急成長した。食品や 繊維や木材などの軽工業が発展したほか、ソ連の重工業化を進めた第一次5カ年計画では、自動車工場などがウファーに作られ、1939年には最初の石油生成工場が稼働した。第二次世界大戦ではさらに多くの工場、研究所、政府機関がドイツ軍の迫るロシア西部からウファーへと疎開した。戦後は石油の採掘とが、 バシキールの主産業となった。1950年代には新たな石油生成工場も完成し、第三の生成工場もすぐ後に完成した。さらに石油化学工業や重機械工業も成立した。1956年にはウファ市の北にあったチェルニコフスク市が併合された。ウファの主要な企業には1925年に創立され航空企業。 ジェットエンジンなどの生産で知られる、ウファエンジン製造合同、ウンポ、ウファモーター、石油やガスを生産する、バシュネフチ、バシュネフと石油化学企業である、ウファネフチェヒム、ユフンク、ユファネフトクム、がある。ウファには、文化宮殿やバシコルトスタン国立劇場などの、文化施設があるほか、バシコルトスタン国立の諸大学、航空機工業や石油産業に関する大学など、 数多くの大学が集中する。バシキール人の民族的英雄、サラバトイラーエーフの像は、ベラヤ川沿いに1968年に建てられ、2004年に改修された。1965年に建てられた、バシキール人とロシア人の友好を記念するモニュメンもあるほか、市の北部には大きなモスク、リャイリャチューリップモスクも新設された。また、ウファ駅は、 シベリア鉄道の本線上にはないが、モスクワやシベリア方面に向かう列車も通る。ウファでは、モスクワ・リャザン・サマーラを通る高速道路 M5 に、モスクワ・ニジニノブ・ゴラド・火山を通る高速道路 M7 が合流している。M5 は、ウファから東のシベリア方面に向かっている、シベリア横断道路。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。